エドマンド・グリンダルは、イングランドにおけるエリザベス朝の聖職者であり、ロンドン主教王、ヨーク大主教、カンタベリー大主教を歴任した人物。グリンダルは1519年頃、イングランド北部、カンバーランドにあるセントビーズ村で生まれた。同じくこの村出身で、後のヨーク大主教、エドウィン・サンズと兄弟のように過ごした。その後ケンブリッジ大学のモードリン・カレッジ。 クライスツカレッジ、ペンブルックホールにて学び、1538年に学士、1541年には修士を取得している。メアリー一世のカトリック回帰の影響で亡命を余儀なくされたグリンダルは、大陸のストラスブールやフランクフルトに滞在している。この時、大陸の宗教改革化と信仰を深めた。エリザベス一世の即位と、 ほぼ同時期にイングランドに帰ってきたグリンダルは1559年から1570年までロンドン主教の座に収まっていた。一方、出身校ペンブルックホールの校長は1559年から1561年まで3年間、務めた。当時のカンタベリー大主教、マシュー・パーカーに押され、グリンダルは1570年からヨーク大主教の座についていた。 パーカーの死後、エリザベスの定身バーリー教、ウィリアム・セシルに強く押され、1576年、カンタベリー大主教に着座した。1577年に、エリザベスが出した、カンタベリー大主教管区における、聖書釈義集会の全面禁止と各州の説教者を、2から3人に削減する指示を、管区内の各主教に伝達せよという命令に対し、拒否。 反抗したために女王から職務停止と謹慎、執去を命じられた。死の直前になると目が見えなくなるなど老衰が進み、本人の希望もあって公認も検討され始めたが、結局職務停止などの処分はそのまま1583年にグリンダルが死ぬまで解かれることはなかった。職務停止になっていた6年間、カンタベリー外主教の職務はロンドン主教を ジョン・エールマーが代行していた。エールマーはグリンダールと同じストラスブールへ亡命していたうちの一人である。その死後、ウースター主教ジョン・ホイット・ギフトがカンタベリー大主教を引き継いだ。グリンダールは自身の故郷セントビーズにグラマースクールを設立している。ありがとうございます。